サニちゃんです。今回はシルバニアファミリーのおしゃれなポニーの美容師さんセットを開封します。4月10日発売になりました、おしゃれなポニーの美容師さんセットということで、今回一番気になるのはやはりこちらのポニーのお母さんなんですけれども、まずは箱から見ていきましょう。パッケージはですね、中身がこのようにね見えるタイプの箱になっています。お色がですね、ピンク色とね、ちょっとパープルというか水色っぽい夢かわな色をしていますね。やっか、こちらにはですね、ポニーのお母さんのお話が載っています。簡単に説明するとですね、お母さんはおしゃれで腕のいい美容師さんなので、いつも村のみんなをとっても素敵に仕上げてくれますよと。なので村のみんなのオーダーはいつだってお任せなんだよというお話が書かれています。後ろはですね、こんな感じでとっても可愛いお写真載っています。こちら側の横、こちらはですね、セット内容ということで、これね、ストレートアイロンですとかドライヤーですとか美容師さんの小物がいっぱい載っています。はい、では一周しました。開封します。はい、こんな風に入ってました。並べてみました。美容師さんセットということだけありまして、このワゴンと美容師のお母さん並んだ姿がとっても様になっているというかね、とっても絵になっている感じがしますね。それでは一つずつご紹介していきますね。ポニーのお母さんです。お名前がですね、セラフィナ・メインリーさんっていうね、セラフィナさんなんですね。11月生まれというね情報をいただいております。お母さんがですね、今美容師さんということなので、こういったユニフォームを着ているわけですね。でここにハサミがでね、入っています。キュッと、なんといってもですね、気になるのはこの髪の毛ですよね。これね、かわいいね。一番最初見た時すごい驚いたんだけど、あ、シルバニアに髪が生えてると思ったんですけど、もうね、見てみたらですね、意外にかわいいですね。ちょっと一周します。クリート。あ、そう、尻尾あるんですよ、ね。ポニーさん、お馬さんなんですけど、このようにね、尻尾があります。可愛いですね。体はですね、ちょっと白っぽい、真っ白ではないんですけれども、白っぽい、クリーム色に近いんですかね。少しベージュっぽいんですけど、とても白に近い感じかなと思います。このね、髪の毛のブロンドなんですけれども、お母さんの場合はですね、前髪のところにね、この紫色のこのメッシュっていうんですか、カラーリングが入ってるんですよね。ポイントカラーっていう感じで、とっても可愛いです。ここで今結んではいるんですけれども、このね、この状態今とっても綺麗なんですけど、くるんとしていますね。ちょっと撮ってみましょうか。よいしょ、どう撮れるかな。解くとですね、こんな感じですね。で、前髪のこの部分が紫色っていう、とてもおしゃれですね、お母さん。ワゴンです。ワゴンがですね、素晴らしいですね。このワゴン、小物がすべて乗ります。一周しましょう。くるりんとこんな感じですね。紫色のこうリボンのね、絵がちょこっとモチーフっていうんですかね、こういうところに入ってますね、リボンが。ここはね、コロはついていないのでコロコロはしないんですけれども、一応気持ち的にはコロコロするイメージってことですね。これがですね、こう外れるんです。そしてここにこう引っ掛けてある感じですね。素晴らしいですね、これ。すごい本物っぽいですね。この中にはですね、ヘアスプレーと、これがですね、霧吹きの形をしています。そしてこちら、これがですね、アプリケーターって書いてあるんですけど、アプリケーターって何って感じですね。なんだろう、アプリケーター、ちょっと調べよう。アプリケーターはですね、
薬用液などが入っているこの入れ物のことということでいいっぽいです。なのでこれでカラーリングやるときとかパーマ液をパーマ液をねこうつけたりするときとかそういう多分入れ物っていう解釈でいいんじゃないかなと思います。そしてこれ可愛くない？この入れ物はボールって書いてあるんですけど、これねこんな感じになってます。こういうところがリボンのね絵が描いてます。このボールの底にもリボンの絵が描かれています。ハケ、これでねカラリングするのかな。ハケとでチューブって書いてました。チューブ、これもおそらくそういったカラリングとか、ね、パーマとかのチューブになるんですかね。とてもちっちゃい、こんな感じです。はい、ブラシですね。ブラシっていうよりかコームっぽいですよね、この感じは。ドライヤー、これドライヤーすごいですね。ここにねワゴンのここにこうねちゃんとこうやって入れられるんです。すごいですね。これもすごく本物って感じします。忠実にね再現されてるぞっていう感じがします。そしてこちらがストレートアイロンね、これこうやって開くんです。こんな感じですごいね。これもこんな感じでここに下げてみました。このワゴンの下にはですねこれトレイがあるんです。トレイがこれねーすごい。これこの下にトレイをこうシュッと出せるようになっていて、これがですねミラー、バックミラーって書いてありますね。これ後ろこんな風にちょっとスタンドみたいになってて、こういう感じでね立てることができますよ。こうやってねこんな感じで、ね、後ろを見ることができるバックミラーっていうことですね。でこれがまあトレーなので、このトレーの中にこうやってちょっと入れてワゴンの下とかにねこうやって入れておけるという。素晴らしいですね。このワゴンかわいいですね。多機能ワゴンですね。水色のカチューシャですね。これはですねここにお花がねちっちゃなお花がついています。ちょっとカメラでは見にくいですけど、かわいいです。水色のリボンの形をしたバレッタが2つ。せっかくなのでねお母さんにドライヤーを持っていただこうと思います。こっちからはめたらいいのかしら。こうかな、こうしたら持てるっていうことでいいんですかね。こんな感じで素晴らしい、ドライヤーが持てますね。美容師さんですよ。このストレートアイロンも持つことができますということで、これもこう向きでいいのかしら。あ、逆かな、こうかな。手に持たせるんだもんね。こうだよね、おそらくこう持つことができるっていうね。ほらすごい、美容師さんですよ。これかわいいね、お母さん素晴らしい。そして仕事もできるお母さん。娘さんのサリーちゃんがお母さんの美容室に遊びに来てくれました。ではですね、せっかくなのでこちらのね先日開封して動画アップしておりますおしゃれにビューティー違うおしゃれにスタイリングビューティーヘアサロンの建物にですね長いよね名前ね。それでビューティーヘアサロンに、ちょっと並べてみようかなと思います。こんな感じで、ね、サリちゃんに入ってもらってワゴンをですねどこに置こうかな。ワゴンどうしようと、ワゴンを入れて、そしてお母さんね、美容師さんのお母さんにヘアアレンジをしてもらうというのはどうでしょうか。今回ですね1階にキュッとね全部の小物集めてみたのでとてもキュウキュウした感じになってますけどね、このキュウキュウした感じがまたとても可愛いんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はシルバニアファミリーのおしゃれなポニーの美容師さんセットを開封しました。いかがでしたでしょうか。今回のセットですね、正直なところ小物たくさんあるのでもうこれだけで十分ですって思いました。建物はちょっと場所を取るのでどうしようかな、でもポニーさん欲しいなと思っている方はぜひこちらを購入した方が良いと思います。これは本当です。しかもですねポニーのお母さんの方が体が少し大きいのでヘアアレンジとかがとてもしやすいと思います。
娘さんのサリーちゃんも可愛いんですけれども、大人のね手にはですねちょっとですね小さいのでヘアアレンジ難しいかなと思います。うん、なので一旦お母さんを買ってみてヘアアレンジチャレンジしてみて、いやこれはやっぱり欲しいと思ったらですね建物付きのサリーちゃんの方を買ったらいいんじゃないかなと思いました。それでは今回も見ていただいてありがとうございました。サリーちゃんでした。バイバーイ。